いや久保さん,保さん雲の上ですね今回はデフォルトの意味にしましょうデフォルトの意味あのさっきですねまあ,あの移動しながらねどこでも仕事ができるっていうね、まあ、パソコンねここにありますけど iPhone のテザリングでつなげればネットつながるし、まあ、今ねスカイプなんかアプリでもねあるし <laughs> どこでも本当にでに仕事できるなっていう。 で、コンサルしてたんですよ。で、その、その方はもうパソコンこの前買ったばっかで、もうめちゃ初心者なんですよ。で、あのー、ま、いろいろセッションしてたんですけど、その中で僕はデフォルトっていう言葉を使ってたんですね。まあ、デフォルトこうですよ、みたいな。すいません、吉谷さん。さん。あのー、デフォルトって何ですかみたいな。デフォルトわからんのかみたいな。ね。で、そこに対して僕が言ったのが、それがお金が稼げる。 秘訣秘密ですううですすよととんどうういこかデフォルトの意味がわからないそれで稼げるってどういうことですかみたいなでそこで稼げる思考をね僕はお伝えしたわけなんですけどだからそのまあ、久保さんのねすいませんコピペの動画もちょっと使わせていた,だきたいんですけど自分の悩みっていうのはあの自分の世界に一人だけの悩みではなくそのデフォルトの意味がわからないっていう人は他にもいるわけですよ。 だコピペの意味がわからないっていう人が世の中にいるから、久保さんの動画が再生されるわけですよ。コピペの動画ね。で、じゃあ実際に、じゃあそのね、言われたわけですよ。いや、吉田さんそ、それで稼げるんですかみたいな。って言われたんで、じゃあ調べてみましょうかつって <laughs> 調べたんですよ。デフォルトの意味みたいな。でそしたら、あの、マイナビ。まあ、まずウェブ検索で出てきたのがマイナビですね。 マイナビのサイトで今更聞けないデフォルトの意味とはみたいなのが記事がね出てて少なくとも僕はそこにアクセスいったわけですよだつまりそのマイナビさんのねリクルートがやってるサイトに僕は1アクセスいったわけですよアクセス稼いでるわけですよねでじゃあ YouTube で調べたらデフォルトの意味っていう動画があの2000回ぐらい回って2 3 0 0 0回回ってましたよねアクセス稼いでますよねだからネットビジネスってアクセスをまず稼ぐってことが必要なんですよ で、アクセスを稼いだ後、その後マネタイズ方法としては、広告ビジネスするのか、えー、通販ビジネスするのかって、この2点しかないんですね。アフリエイトですね。アフリエイトするのか、広告ビジネスするのか、それとも、自分の商品を売るのか。もうこれしかないんですよ。だからまずはアクセスを稼がないと、お金稼げないんですよ。でもそのアクセスを稼ぐっていうのは、もういろんな悩みがあって、世の中には。 でその悩みに対してあのネットでしっかりと情報コンテンツをしっかりとアップする、まあ、ウェブサイトブログに書いてアップするのか動画にアップするのか、まあ、いろんな方法はあるんですけど、まあ、それをやればアクセスは稼げるわけですよ、うん。で、まあ、その方といろいろとお話ししてたんですけどそれ以外にもあの成功するためには全てその思考を順番に変えないといけないよみたいな話をしていて、まあ、その方も何でコンサル入ったのかっていうと その悩んでて悩んでたから止まってしまった手が止まってしまった分からないことが多すぎて手が止まってしまったっていうことを言ってたんですよいやいや違うよと分からないから手が止まるんじゃなくて分からないからワクワクしろみたいな分からないからこれ稼げるやんみたいな自分が分からないってことは稼げるってことだよっていうでも多くの人は分からないからできない不安だからできないだからその不安っていうのはみんな持ってるから稼げるんだよっていうこの思考をねみんな持ってないですね うん、だから自分が不安だな今日、うん、とか分かんないなとか手が止まるそ,その問題点っていうのはみんなが抱えてる問題点なんですよ。あそうだじゃあこれコンテンツにすればいいんだって話なんですね。だからその思考があるといくらでも稼げるんですよ。だから悩めはだから言ったのが。 いや今の初心者の状態っていうのはめちゃくちゃ稼げる状態ですよとだっていっぱい悩みあるわけじゃないですかじゃあその悩みっていうのは多くの人が抱えてる悩みでもあるわけだからそれをコンテンツ化その思考さえインストールしてねそれをコンテンツ化できれば自分の抱えてる悩みを全部コンテンツ化してアクセス稼げるわけじゃないですか、まあ、つまり今めっちゃ稼げる状態だよっていう話をしたんですけどまあ他のほとんどの人はこんな思考持ってないですからねうん だから、時間がないからできないとかね。お金がないから無理とかね。いや、全部逆なんですよ。お金がないからこそやる。時間がないからこそ時間を作るとかね。眠いからやるとかね。眠いから寝るとかね。あの、不安だからやらないとかじゃなくて、不安だからこそチャンスがあり、不安だからこそ稼げるしっていう <laughs>、この逆思考が、あの、成功する上で、まあ、他の人と違う結果をもたらす、違いをもたらす違いっていう思考じゃないですか。 違違いいをもたらすすの思考ですねうんだって普通に常識的な考え方でどうやって成功できるんですかじゃあ常識的な考えね一般常識的な考ええー、サラリーマンとして働くじゃあそのサラリーマンとして日々出社する会社に出社するという常識の中でどうやってパソコン1台でね自由に仕事ができるんですか無理ですよ。その常識の中に答えはないんですよ。自分が目指すところがね。 パソコン一台で10人なんかやりたいってことだったら、そのコンビニのバイトにね、行くっていう常識の中、会社に出社するという常識の中には答えはないです。常識の答えしかないです。常識の答えって何かっていうと、時給いくらをもらう、月給いくらをもらえるっていう答えしかないですよ。だから、非常識の中にしか答えないんですよ。 ね、じゃあ非常識の中に答えはあるって何かっていうと今まで会社に出社するということをやってたそれが常識だったかもしれないですけど YouTube に出社するという新しい常識もしくは非常識を常識に変えていくってことですね多分今まで YouTube に出社するという概念が多分ないわけじゃないですか非常識ですよね自分の常識の中にないですよね YouTube に出社するという考え方でも YouTube に出社した方が絶対その可能性は無限にありますよ め、間、まあ、違いなく。40年、バイトでね、バイトに出社あ、コンビニのバイトに出社しても、うん、パソコン1台の可能、パソコン1台で10人ね、なんちゃらやるっていうのは、可能性は非常に低いと思いますね。それしかやってないんだったら。だけど、YouTube に40年出社したとするでしょう。もしかしたら、めちゃめちゃ可能性ありますね。<laughs> 久保さんどうですか ?40 年 YouTube に出社したら、まあまあ可能性ありますよね。まあまあ可能性ある。 はい、ということで、あのーまあ、デフォルトの意味からちょっといろいろとねお話しさせていただきましたけど自分のデフォルト標準の考え方を変えていきましょうっていう終わりでいきましょう。いってらっしゃい。